はい、じゃあちょっと見てみましょう。ね、4つあるってこと？どうだろう？4つあります。じゃあこれ待てよ、まずさ、さっきの話と一緒でもうこれだけでなんかアート作品な感じするよねいや楽しいね。これ、まあ、ちょっと喋ってもらいながら、じゃあちょっと読もうかな。なんか軽くピッチというか、こういうことやろうと思っててみたいな、はいはい、うん、一応そのコンセプトアートからやるっていうのを、うん、作ったんですけど、うん、まあ最初にバッてあるやつの中からアイデア浮かんだやつをやってて、その、あの初めてセーブ・ザ・キャットを読んだんで、まずログラインを作るまでは、はいはいはい、こう絵とか描いちゃダメだし、細かいところやっちゃダメって書いちゃったんで、あ、いいですね、いい、そうね、そんな話してたね、そう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 、ログライン作って、うん、で、その、あのゆいさんが作ってくれてる表あるじゃないですか、ミッドポイントとか、うん、あれちょっとまだ自分難しくて埋められないんで、ちょっと授業中にできたらと思ってるんですけど、はいはいはい、エモーショナルチャートだったら自分はちょっと理解がまだしやすいんで、そのエモーショナルチャート的なところでどんな感じになるかっていうのと、あとそのジャンルをその4つ作ったんですけど、どのジャンルに当てはまるのかと、そのウォントみたいなところだけとりあえず書き出してる感じです。なんかそれ、あの確か俺もだいぶ前やしちょっと忘れたけど、9個、ね、10個ぐらいとかなんかあったよね、なんかなんたの羊毛みたいな、なんかいろいろ、はい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 。じゃあこれでいくと、ログライン、トムがポリーおばさんに頼まれたペンキ塗りをベンにやらせて逃げるけど、最後はおばさんに怒られた。はいはいはい。そうですね、これちょっと分かりづらいかなと思って、うんうん、いやでもね、いいですよ。確かにあのずっとサウルがその三幕構成どうのこうのとかあまり言っても仕方なくて、こう、まあ、はい、何がどういうお話なのかってさえ分かればね、よかったりするし、 OKOKOK、まあ、ある意味カルマというかさ、カルマ的な話をね、痛い目に遭うみたいな、そういう、うん、なんか詳しい深掘りはゆいさんと一緒に教えていただきたいな、うん、はいはいはい、はい、みんなとね、もちろんね、ちょっと話しながらできると思うので、ね、いやでも、はい、いいじゃん、やっぱこういうキャラクターってね、常にいいやつかどうかわからんしさ、悪い主人公もおるのもね、面白いし、まあそこで例えば、ね、反省して、ね、改心するかどうかはまた別として、そういう物語、要するにどうチェンジしたかがあったりするとやっぱ楽しいよ ね、おばさんごめんなさいとかちょうどいいよね、やっぱね、おばさんごめんなさいね。はいはい、じゃあちょっともう一個いくと、はいはい、アクション系ですね。はいはいはい、ログライン、いろんなトラブルに巻き込まれて、なかなか、彼女に会えない、はいはい、彼女に会えない、彼女か、あ、そうか、はい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 、かの女かと思っただ、誰かのあの俺たちの知ってるかの女へみたいな、例の女に、例の女にね、アクション、かの女に会いたいけど会えない動きとロケーションが変わるので、あ、なるほどね。でもいわゆるアクション系というか、ドタバタ、そこにそのストーリーラインっていうのはないにしても、とにかく会いたいっていうモチベーションで動いてるっていうのは結構あの いい物語のね、ドライブの仕方な感じですよね。もうとにかくあの絵で見せたいみたいな、それも一つあのそういうアプローチも全然ありやと思う、本当に。はい、でネッシーを信じてる少年、何これ楽しそう、ネッシーを信じてる少年がお父さんとネッシーを探しに行く話。え、待って、これ何これ、ネッシーはいるよいいね、例えば絵本とか見せつけるのね、学校でこれほらって、でもあんたお前バカじゃねえのへっつって、ね、よ遊ぼうぜなんて言ってて、他の人たちがネッシーはいるの、しょぼんとしてるてるところに、お父さんがいや少年よ、マットさんとかね、息子よ、ネッシーは絶対いるさっつって、カメラ持って旅に行って、いやいいじゃん、で嘘つきそうね、いたよっつってね、なじゃあ、ね、ネッシー釣るの、何これ釣る感釣ろう、釣れるよ、釣れたんや、釣れた、これ トリッピングする話なのこれ、そのいやぼやーみたいな、ネッシーを釣るって、その、ね、ネッシーを探しに行こう、まずは初めにこの美味しいキノコを食べようね、息子をつって食べたらネッシーいるみたいなアーロ的な、あ、そう、ふわふわふわみたいな、お父さんやばいやつみたいな、いや、あの、うん、釣りは消すかもしれないですけど、これ、はいはい、じゃあでもネッシーに本当に会えるってこと、ファンタジーというか、そうですね、 いたんだみたいな、なるほどね、ヒューマンドラマ、話が、で話は確かに長くなりそう、でもね、
でもね、俺こういう話やっぱね熱いよ。やっぱりねバカにされるんですよ主人公は。そんな嘘つきバカ野郎ね、アホじゃないの、そんなくだらない話って言われんだよ。でもやっぱね信じてる彼にこう報酬が待ってるんですよね。いやーな熱心よ。こっちもあんの。いいです。面白いね。これ確かにアールと少年っぽいルックやね。確かにね、シンプルなね、あのフォルムの。OK、 じゃあ、かわいいネズミ子ちゃんのためにチーズを取りに行く話。いや、これね、でもね、あのやっぱりこう普遍的な、やっぱこう、ね、こう、まあ、本当にチーズが好きかどうかはね、いろいろね、論争があるけど、でも、ネズミってチーズが好きっていうのはね、あのやっぱそれでいいし、あの、ちょっとこれ別の話だけど、あの、今、マーザにおる、その、人、あの一応、ストーリーボード学びたての人やけど、マザに入ってる人がおって、それとボードはね、そのネズミがそのチーズを取りに行く話を書いてたりしてて、うん、要するに本当ただスクリーンディレクションを左から右にしてチーズを取りに行くまでの話を描いただけやけど、うん、でも本当にそれぐらい分かりやすい話にするってとっても大事で、うん、あのやっぱ複雑なものに対してアプローチしてそれが欲しくてって、 でもそれどういうこと、設定が分かんないとかってそういうのに説明する必要ないぐらい、やっぱもうネズミはチーズが欲しいってチーズを取りに行く話っていう、もうね、あんまりこう何も考える必要はないというかさ、でそれが多分、そのね、そのあのネズミ子ちゃんのためにっていうところで言ったら、例えばデューティープロットはネズミ、あのチーズを取りに行く、ラブプロットはそんな彼女に、告白というかね、あの彼女のために頑張りたいみたいな、要するにこう彼女に好かれたいっていうね、ラブプロットよねっていうところで、アクションネズミくん、かの女にいいところを見せたい。チーズを取りに行くね、絶対そうよね。これやっぱシンプルやし、ただどんな風なアクションにするのかっていうところで楽しめそうよね。でここにねアンタゴニストがねドーンとおると楽しいしさ、いいいい、スリーピーキャット、いやぜまずねこれ分かりやすい話、いわゆる王道よね、一つで、ただそれ4つもあるのでそれぞれね、やっぱいいと思う、やっぱりそれぞれ面白くなるし、まあ、これも同じよね、そのかの女にそうまあ、ね、会いに行くのがデューティープロットで、ネズミか、ネズミか同じアプローチよね。でも一つ違うのが、これはあのワンウェイなのね、多分ワンウェイ、うん、でこっちの方はこう行って帰ってくる話なので、多分チーズがあって、うん、チーズ取った後帰ってくるとこだと思うのきっと、うん、までが物語、多分俺のそのあれと似てるというかさ、そのあのねモグラの話言ったっけね、選手ね、僕らの話がこの取ってきて帰ってくる、その要するにああの、はいはい、たかがこの犬になったみたいな、まあ、これも王道な部分で行ってくる、行って帰ってくる話で、しかも作りやすい、やっぱりミッドポイントがちゃんとその、ね、チーズにたどり着くとこだと思うのね、きっとね、うん、でそこでこう犬がガーって目覚めて待てって言ってくるとこが、ね、迫りくる悪いやつらで、本当もちろん分かりやすい王道なやつ、うん、逆に言ってしまうともうそれ以上のことが でそれ以上っていうかこうあの、まあ、ベタ中のベタ、悪い言い方するとね、でも王道、超王道、まあ、よくみんなが見たいような物語というかさ、あの逆に言うと間違いがないし、間違いがない感じっていうことなので、まあ、どれを選ぶか、僕個人的にはやっぱこれ分かりやすくてとにかくやっぱ好きよね、いい、だってその俺は一つさ、そのいわゆる設定の妙みたいなの作ってるんですよ、いわゆるちょっとひねりというかさ、そのモグラがアイスクリームとかちょっとややこしいような設定、そこにほらセットアップで頑張って作らんといかんかったけど、ネズミはそのねセットアップ必要ないもんね、チーズが欲しいって向こうにやって取りに行くぞってね、はい、だけで必要やし、なのでいやどれもいいな、どれもいい、これっていうのあったりする、カロコさん的にこれちょっとやってみたいなっていうのは、アクションちょっとチャレンジしたくて、そしたらやっぱり絶対その、ね、車か、ね、ネズミやね、でネズミの場合は昨日エアユで見せた時にみんなに、あ本当、あの、うん、ヒロトさんにあのネズミの視点がやっぱ面白いからやってみたらって言ってもらえたんで、うん、はいはい、ちっちゃいしね、そうちょっとせっかくだから最後だしチャレンジして、いやまさにそうだから、そうユイさんも今押してくれたんで、そう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 、ね、あのラタトゥイとかもそうだね、だからちっちゃいから、はい、そのさっきの話じゃないけどね、あの低いからカメラがアップショットになったり、うん、で大きいものに対してね、なんかこう、まあ、大きくはないやん本当は犬って俺らからすると、うん、でもネズミからするとでかいっていうのはね、やっぱこう絵的におもろいし、ロケーションもだってやっぱまさにさ、これをね、まあ、これではゴキブリやけど、
今まで見る景色やけどネズミにとっては大冒険っていうのはねやっぱ面白いのよね。うん、これがねピクサーイズムというかさ、なんか失敗してもちょっと得られるものがありそう。絶対あると思う。これでやっぱ間違いない感じ。絶対やった方がいい。でそのじゃあどんなロケーションにしようかって考えるのはね、うん、ちょっと楽しいと思うの。自分家見てあそこ走らせてみようかな、ここを潜ってみようかなみたいな、あのゴキブリの話やったやんか。ゴキブリがあの走るやつ、女の子みたいなさ、はい、あのアニメやったみたいな、アニメのねあれあるとか、ね、参考になったりすると思うし。確かにそうですね。まあシンプルな方がいいね。そのもちろんそのあまりにもこう、ね、あっちこっち行くよりかは本当にまっすぐ行って帰ってくるレベル、ただその中に難関がある方がいいというかさ、だから軽く障害物はあるといいと思うの。初めのそもそも行くこと自体が大変、まあ、結構俺のモグラのやつになぞってしまうけど行くこと自体も大変と、はい、まあ、初めのねなんかこう難問があって何がいいかな。ちょっとアイディア出していく、せっかくなんで時間あるから。あ、時間かかってない。あの表で、うん、あ、オッケー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 。いやー本当、いやーなんかさすがですな。